足の疲労を解消するヨガストレッチを行います。自分の腰幅よりもやや広めに足を開いていただいて、足を左右にパターンパターンと、右手で左足をキャッチします。右にねじっていきましょう。皆さんこんにちは、ラントリップ編集部のはるかです。今日は足の疲労を解消するヨガストレッチを行います。フルマラソンの翌日や長い距離を走った後、なんだか今日足が痛いな、重たいなっていう時にぜひ一緒に行いましょう。ではまずマットの縦方向を使っていただいて、左足を右のももの上に置きます。で、右手の指を左の足の指に深く入れてください。で、左手で左の足の甲を持ちながら、まず左の指をほぐしていきます。もう一回思いっきりね、右手入れてしまっていいので、足の指をねほぐすような形で深呼吸しながら回していきましょう。まあ、5本指ソックスとかね、足指を開くあのグッズとかもあると思うんですけど、こうやって自分のね指を入れるだけでも足指開いてくるので、今日頑張った足をねほぐしていきましょう。で、反対回しも行います。鼻から息を吸って、ゆったりと吐きながらリラックスして行いましょう。では回したら、今度親指と人差し指を持って前後に足の指を裂くように動かしていきます。で、今度人差し指と中指、中指と薬指、薬指小指と足をね、指を動かしていきます。こんなに指を触る、ね、機会はないと思うんですけど、でいつも頑張ってる足なのでいたわってあげましょう。そしたら今度片手で親指をねくるくるくるっと動かしていきます。回すようになんかネジをひねるみたいなイメージで足のね指ほぐしていきます。では今度反対足いきましょう。右膝を曲げて、右の足を左のももの上に置きます。で、今度左手で右の足の指と指の間にね入れていきます。そして右手で右足の甲を持ちながら、左手で右足の指を動かしていきましょう。で、一定方向ね回したら反対回しも行います。結構私冷え性なので、もう足指が今冷えてるんですけど、しっかりと動かして温めていきたいと思います。で、十分回したら今度親指と人差し指を前後に動かしていきます。で、人差し指、中指、あの裂けるチーズとかあると思うんですけど、ああいうのを裂くようなイメージでね、中指、薬指、小指と足の指を動かします。では、今度右手で左の親指で、中指、人差し指とね指をつまむように動かしていきましょう。OK、では両方終わったら一旦深呼吸。で、今度、左膝を曲げて、右足のかかとを左のふくらはぎの上に乗せていきます。で、息を吸って吐きながらぐーっとかかとに圧をかけていきましょう。で、足を少しずらして息を吸って吐いて、ふーっと右足のかかとで左のふくらはぎをねマッサージするように圧をかけていきましょう。これ意外と自分のかかとでねほぐせるんだっていう、最初私も気づいた時驚きだったんですけど、自分がね少し痛いなっていうところがあれば、もうかかとで筋肉のね縦方向に走ってるの反対側、横方向にかかとを動かしながらほぐしていきましょう。痛いところがあったらもう一度息を吸って吐いて、ふーっと圧をかけながらふくらはぎをねふわふわにしていきます。足疲れてると本当にふくらはぎ硬くなってしまうんですけど、こうやって結構毎日ケアをしてるとふくらはぎもねふわふわになってくるので、ぜひ毎日やってみてください。 OK、で、ふくらはぎマッサージできたら反対側行きましょう。右膝を横に倒して左足のかかとで右のふくらはぎをマッサージします。息を吸って吐いて、ふーっと吸って吐いて、ふーっと
ホームローラーがある方はね、ホームローラーでこのふくらはぎほぐしていただいてもいいんですけど、ない方はこうやって自分のねかかとで圧をかけながらやることができます。しかもこれお得なのが、股関節が柔らかくないとこのね圧をかける動作もやりづらいので、自分のね股関節を動かすという意味でも、はい、とってもおすすめです。息を吸って吐いてふーっと圧をかけます。で、私は結構膝の裏側の方ですかね、筋肉の上の方が痛くなりがちなので、ちょっと念入りやっていきたいと思います。 OK、 ぜひこのやり始めた前と後でね、ふくらはぎどんな感じか試していただければと思います。 OK、 だいぶふわふわになってきました。では今度太ももをやります。太ももは、両手で直で触りながらつねっていくような形。まずは真ん中の部分を両手でつねっていきます。で、本当に理想なのは引っ張った後揺らせるぐらいふわふわなのが理想なんですけど、私もまだねマラソン明けで体硬いので一緒にほぐしていきたいと思います。で、今度内側の方もももを自分で手でマッサージしたり、引っ張ってちょっと揺らしてみる。そうするとね、まあ、この箇所痛い、ここは全然大丈夫なんだけど、ここの部分は痛いなみたいな、ちょっとね自分の体と向き合う時間にもなるので、ぜひ一緒に行いましょう。で、内側もやったら今度外側ですね。外側もだいぶね厄介で、ここが張ってくるとね腸経靭帯炎とか膝に痛みが出てしまうので、ももの、ね、外側ほぐしていきます。で、もちろんこれもねホームローラーで太もも全部ね、それと前側後ろ横ってやっていただいてもいいんですけど、ない方はこうやって手でセルフケアしていきましょう。で、反対側いきます。両手で今度右の太ももマッサージしていきます。で、つねって揺らせるといいんですけど、私もまだまだへばりついてますね。そう、骨に筋肉がへばりついてるっていう状態なので、これがしっかりと剥がれてくるとよりね動きやすく足も軽くなるので、まあ多分毎日やってると今日は柔らかいけどまだね次の日硬いとか、たくさん走った日は本当にパンパンに硬くなってると思うので、そういう自分のね向き合う時間としてやってみてください。内側もやってみましょう。で、外側もねやっていきます。 OK、 では両方終わったら膝を伸ばして少しブラブラブラと血を流していきます。はい、では正面向いていただいて両膝を立てます。自分の腰幅よりもやや広めに足を開いていただいて、足を左右にパターンパターンと倒していきましょう。後ろに手をつきながらね、まずは股関節をほぐしていきます。 OK、 内側外側なるべく床につくようにやっていきましょう。 OK、 では今度左手で右の足首をつかんでお尻の方に持っていき、今度右手で左の足首をつかんで、右足の外側に左足を持っていきます。で、左手は体の後ろ、右手斜め前、あるいはこの前の膝を抱えましょう。で、息を吸って背骨を引き上げて吐きながら上半身を左にねじります。で、もう一度吸って背骨は縦に伸ばして吐く息で上半身をねじりましょう。で、この時にもし両方の座骨がマットにつかない方はブロック使っていただいて、ブロックの上で今のね動きをやってみてください。ブロックなしでいける方はそのまま呼吸していきましょう。はい、で、吸って背骨引き上げて吐く息上半身をねじりましょう。そうするとこれ今ね左のお尻のあたりが伸びてきます。鼻から息を吸ってゆったりと吐きましょう。で、抱えてるね膝をね胸に近づけながらねじっていくとよりお尻に効いてきます。自分のペースでいいのでゆったりと呼吸しましょう。
では今の息を吐き切ったら吸いながら体を正面に戻して深呼吸。ふー。では反対側行きます。今度右手で左の足首をね掴んでお尻の方に持っていく。で左手で右足を掴んで左足の外側に持っていきましょう。でなるべく両方の座骨をねマットにつけていきます。で右手体の後ろ、左手斜め前、あるいは前の膝を抱えましょう。で吸って背骨を引き上げて吐く息、上半身を右にねじりましょう。もう一度吸って背骨はね座骨から頭頂まで引き上げて吐く息、上半身を右にねじります。鼻から息を吸ってゆったりと吐きましょう。ふー。で抱えている膝を胸にね近づけながらねじるとよりお尻に効いてきます。あとね、2呼吸しましょう。では今の息を吐き切ったら吸いながら体を正面に戻して深呼吸。ふー。ではね、足をほどいていきます。で今度皆さんそのままの向きでも大丈夫です。左膝を伸ばします。で右膝を立てていただいたら右膝を横に倒していきます。で右の足裏を左のももの内側につけましょう。で手でマットをしながら吸って背骨を引き上げて吐く息、上半身を前に倒します。で吸って背骨をね座骨から頭の方まで背骨を伸ばしながら吐く息で前屈。そう、背骨伸ばしきったら最後はね背中丸めていいので前屈をして、この左のもも裏ハムストリングスのあたりを伸ばしましょう。私このヨガブロックとか使ってるんですけど、あの家にあるクッションとかでもね大丈夫なので、少し高さをつけると骨盤がね立ちやすくなります。ゆったりと呼吸します。では今の息を吐き切ったら吸って上半身を起こして深呼吸。では今度右膝を伸ばします。左膝を曲げて左膝を横に倒して左のもも裏を右の内もものあたりにつけましょう。で手でマットをしながら吸って背骨を上に引き上げる。で吐く息、その背骨を前に倒します。で吸って背骨をまずは伸ばして吐く息で前屈。そう、伸びきったら背中丸めていいので今日の自分の心地いいところで前屈しましょう。あと結構ね勢いをつけて前屈する方もいらっしゃるんですけど、筋肉伸びるのに時間がかかるので伸びるのを待ちましょう。自分の呼吸でゆったりと前屈します。では今の息を吐き切ったら吸って上半身を起こして深呼吸。ふー。で両膝立ってます。でブロック外していただいて四つん這いになりましょう。で手のひら1枚分前へと置き、つま先を立てたらももの付け根を後ろに引いてダウンドッグ、ね、下向きの犬のポーズになります。両膝曲げていいのでももの付け根を後ろに引いて、そしてかかとをマットに下ろしましょう。これ結構きついポーズなのでね全然できなくても大丈夫。呼吸しながら、ね、体の背面を伸ばします。で両膝軽く曲げたら右足を持ち上げて右の膝で円を描くように時計回りに回していきましょう。右の股関節をほぐしていきます。時計回しに右足を回していきます。でそしたら右の膝が右の手首の下のあたりに来るようにスッと前に持っていきます。で左膝をマットにつけましょう。で左膝さらに一歩後ろに引いていきます。そうするとお尻がついていくので手でマットをしながら吸って背骨を引き上げて
吐く息で前屈しましょう。で、骨盤から頭の先まで背骨を伸ばしてゆったりと呼吸します。これね、右の股関節のあたり、あとお尻のあたりがすごく伸びてきます。ゆったりと呼吸しましょう。右足のすねはマットに対して斜めでも、あのマットに対して平行でもいいんですけど、まずご自身の柔軟性に合わせてゆったりと呼吸します。では今の息吐き切ったら、手でマットをしながらゆっくりと上体を起こして、もう一度ダウンドッグになりましょう。少し右足だけね、軽い感覚があるかもしれません。で、今度両膝を曲げて左足持ち上げて、左足を今度反時計回しに回していきましょう。膝で円を描くように、なんか何かを攪拌させるように動かしていきます。で、これだけでも左の、ね、股関節ほぐれてきます。で、今度左の膝が左の手首の下に来るようにスッと前に出していきましょう。で、右膝をマットに下ろしたら、右膝さらに一歩後ろに引いていきます。で、手でマットを押しながら吸って背骨を引き上げて、吐く息で上半身を下ろしましょう。で、これもなるべく骨盤から頭の先まで背骨を伸ばして、吐く息で前屈。そうすると左のね、お尻のあたり伸びていると思います。あの伸びているところに呼吸を届けるようなイメージでゆったりと呼吸しましょう。そう、お尻はね、大きい筋肉なので自分でほぐすの結構難しいんですけど、これはすごく私もお気に入りなポーズです。では今の息吐き切ったら、手でマットをしながらゆっくりと上体を起こし、左足後ろに引いてダウンドッグになりましょう。両膝マットに下ろして四つん這いになりましょう。で、ここからちょっと膝をついたポーズに移るんですけど、あの膝が痛んで、膝を痛めていたり不安がある方はね、タオルを引いてください。で、左の膝の下にまずタオルをね、引いていきます。で、右足を一歩両手の間に踏み込みましょう。で、両手右膝の上に置いて上体を起こします。で、まずは息を吸って背骨を引き上げて、吐きながら右膝をかかとの真上まで踏み込みましょう。で、内もも同士中心にキューッと引き寄せて、吸って背骨を上に引き上げます。で、吸い気で両手空へと伸ばしましょう。足裏でマットを踏みしめながら背骨を上に引き上げます。お腹を引き入れて、そう、尻尾の骨を下に向けるようにして骨盤を立てていきましょう。で、胸の中心も上に引き上げましょう。で、揺れたとしてもね、そのバランスを楽しみながら、これは上半身と、ね、下半身につなぐ腸腰筋のあたりがね、伸びていきます。鼻から息を吸ってゆったりと吐きましょう。吸いながら両手体側に下ろして深呼吸。で、もう一度吸い気で両手空へと伸ばしましょう。で、吸って背骨を上に引き上げたら、今度吐く息、上半身を右側にねじりましょう。吸って背骨は縦に伸ばして、吐く息、上半身を右にツイストねじっていきます。このままでも十分ですし、もし余裕があれば左手空へと伸ばしましょう。もうね、左の股関節のあたりがすっごい伸びてます。鼻から息を吸ってゆったりと吐きましょう。目線はね、後ろの足見える方は見ていきましょう。あと2呼吸 OK。 では吸いながら両手正面、両手マットに下ろして深呼吸。反対側行きます。皆さんはそのままで大丈夫です。私ちょっと便宜上こちら向きますね。
で右膝の下にマットを引いて、左足を一歩両手の間に踏み込みましょう。で両手左膝の上に置いて上体を起こします。で息を吸って背骨を引き上げて、吐きながら左膝かかとの真上まで踏み込みます。で踏み込んだ時に膝がかかとよりも前にね、ここで出る方は少し足遠くに下ろしていいので踏み込んでいきましょう。で内もも同士中心にキュッと引き寄せて、背骨を引き上げて両手を空へと伸ばします。足裏でマット踏みしめながら、お腹を引き入れて骨盤はね、尻尾の骨を下に向けて立てていきます。で胸の中心を引き上げて軽く空を見上げましょう。これ三日月のポーズと言います。揺れも楽しみながら少し堂々と構えて、鼻から息を吸ってゆったりと吐きましょう。で吸ってもう一度背骨を上に引き上げたら、今度吐く息上半身を左にツイストです。吸って背骨を引き上げて、吐いて上半身を左にねじります。回転ドアのようなイメージでね、体をねじっていきましょう。でさらに余裕があれば左手は下に下ろしているので、右手を空に上げていく。で目線も後ろ足が見れたらベスト。すごい伸びてます。鼻から息を吸ってゆったりと吐きましょう。で吸いながら体正面、両手マットに下ろして深呼吸。ふー、で左足ね元へと戻しましょう。で私もう一度こちらに戻りますが、皆さんそのままで大丈夫です。左の膝の下にタオルを引いたら、右足を一歩両手の間に踏み込みます。ここまでは一緒ですね。そしたら今度左膝を曲げて、右手で左足をキャッチします。で左足をお尻にぐーっと近づけながら、上半身は背骨を伸ばして、吐く息右にねじっていきましょう。でなるべく左の足はお尻に近づけていく。これで左の前ももがね伸びてきます。鼻から息を吸ってゆったりと吐きましょう。前ももね結構ランナーになると張ってくるので、私もよく張ってくるので、これすごくね気持ちいいポーズです。では左手右手解放して四つん這いに戻りましょう。で私ちょっとね便宜上こちらに行きますが、皆さんそのままで大丈夫です。そしたら右膝を曲げて、左手で右足をつかみます。で右足をお尻に近づけながら、上半身は吸って背骨を引き上げて、吐く息体を左にねじりましょう。でなるべく右足をお尻に近づけながら、右の前ももを伸ばします。鼻から息を吸ってゆったりと吐きましょう。この、ね、伸びてるところに呼吸を届けるようにゆっくり焦らずほぐしていきましょう。では右足左手解放して四つん這いに戻って深呼吸。ふう、じゃあねタオル外していただいて、一旦チャイルドポーズで呼吸を整えます。では両膝を立てて仰向けになりましょう。右足を持ち上げて、右足のくるぶしを左のももの上に来るようにして、数字の4を作るようにしましょう。で右足と左足の間に右手を通して、両手で左のももの裏側を持ちます。息を吸って吐きながら、この左膝を胸に近づけましょう。息を吸って吐きながら左足を胸に近づけましょう。曲げている右膝は反対方向、下の方に向けると、この拮抗する力でね、この外側がストレッチされます。ゆったりと呼吸しながらお尻周りねストレッチしましょう。では今の息を吐き切ったら、両手解放して左足を下ろします。でそのまま両膝を右側にパターンと倒しましょう。で手は楽な位置でいいので、ゆったりと呼吸します。左足を右足が押さえているようなイメージですね。体の重みをねマットに預けるようなイメージでゆったりと呼吸しましょう。
今の息を吐き切ったら膝を戻し、右足を下ろして深呼吸で、今度左足のくるぶしの外側が右のももの上に来るように、数字の4を作るようにして足をセットしましょう。で、右足と左足の間に左手を通して両手で右のもも裏をつかみます。で、息を吸って吐きながら今度右膝を胸に近づけましょう。で、吸って少し緩めて吐いて右膝を胸に近づけます。今度左足のね、外側のあたりが伸びてきます。で、曲げている左膝は下の方に向けるようなイメージでほぐしていきましょう。では今の息を吐き切ったら両手を解放し、右足を下ろし、両膝そのまま左側に倒しましょう。で、手は楽な位置で OK。 ゆったりと呼吸します。では今の息を吐き切ったら膝を戻して左足も下ろして深呼吸。では今度ね、タオル用意いただいて左膝を伸ばします。で、タオルを右足の裏に引っ掛けて両手でこうやってね、掴むようにしていきましょう。で、左のつま先立てていただいて、で、息を吸って吐きながら右膝を胸に近づけましょう。タオルを手繰り寄せていいので、この右足の裏側をね、ほぐしていきましょう。吸って緩めて吐いて右足を胸に近づけます。これも無理せず自分が心地いいなっていうところでいいので、呼吸しながら行いましょう。で、今の息吐き切ったら少し緩めて深呼吸。で、今度もう一度息を吸って吐きながら右足を胸に近づけて、今度その足を内側の方に倒していきましょう。そうするとね、外側、大体筋膜張筋って言うんですけど、筋膜のね、ところが伸びてきます。鼻から息を吸って吐いて足を内側に持っていきましょう。すごい伸びているね、感覚、やっぱりタオル使うと味わえるので、こういうね、器具も使いながらやっていきましょう。では今の息吐き切ったら足を戻して、タオル解放して足も下ろして深呼吸。で、反対側行きます。左の足裏にマット、タオルを引っ掛けていきましょう。右のつま先をね、立てておきます。息を吸って吐きながら左足を胸に近づけましょう。吸って緩めて吐いて左足を胸に近づけます。で、左右で少しね、柔軟性にもね、私も違いがあるんですけど、そんなね、自分も受け入れながら取り組んでいきましょう。あと2呼吸。で、今の息吐き切ったら膝少し緩めて深呼吸。で、もう一度膝を伸ばしたら、今度左足内側、右足の方に持っていきましょう。そうすると外側が伸びてきます。息を吸って吐いて足内側に倒していきます。では今の息吐き切ったら足を戻して、タオル外して全身リラックスで深呼吸。で、最後に上下に伸びましょう。頭の上で手を組んで体を上下に伸ばします。伸びて伸びて伸びて、吐いて解放しましょう。で、ね、自分の楽な
足幅、手の幅にして一旦シャバーサナでね、呼吸を整えます。でゆっくりといつもの呼吸、いつもの体の感覚に意識を戻しましょう。手足をグーパーグーパーして、いつもの体の感覚を取り戻します。で頭の上で手を組んで体を上下に伸ばしましょう。伸びて伸びて伸びて、そっと解放しましょう。両膝を立てます。で体を右側でも左側でもいいので、今日倒したい方向に倒して呼吸を整えましょう。で呼吸が整って起き上がれそうであれば、手で、ね、床をしながらゆっくりと上体を起こして座り方を整えます。少しね、足が軽くなった感覚がねあるんじゃないかなと思います。なので今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。ラントリップアプリで走るとマイルがたまる。たまったマイルはラントリップストアのクーポンと交換できる。ラントリップでお得なら